田財務次官のセクハラ調査について女性弁護士たちが財務省に抗議しました。ただでさえ言い出しにくい性被害のその被害の重さ、あるいは言い出しにくいというその特性を全く無視した調査方法です。財務省は福田次官のセクハラ問題について被害女性に名乗り出るよう要請し、矢野官房長が名乗り出るのがそんなに苦痛なのかと発言しました。これに対し女性弁護士たちは怒りと衝撃を覚えるとして35,000通以上の署名を集め財務省に提出しました。一方で矢野官房長は先ほど記者団に対し次のように語りました。ご自身のセクハラへの認識が低いのではないかという指摘がありますが、ご自身どういうふうにお考えていますか？私は相当高いと思いますよ。高い、はい、すいませんが、はい。